記車は、木植え、馬の上から、弓で矢を射ること。大陸では狩りには欠かせない技術であるため、遊牧民に、これを得意とする者が多い。紀元前8世紀頃に、月イ人により始められる。騎馬遊牧民の彼らは牧草を求め常に、移動しながら、生活、また、しばしば馬にまたがれた民族と戦っていたが、彼らの、こういった、生活文化の中で、 自然的必要性ら記者は開発、発展してきたものと考えられる。記者はすぐに中央アジアの遊牧民の間に波及し、フン人、アバール人、マジャル人など同様の騎馬遊牧民に次々と取り入れられ、後にモンゴル人にも及び古代世界に普及して行った。古代において彼ら騎馬遊牧民の記者術が低住民に及ぼした影響は大きいが、 しかし常に移動を繰り返すために、当時の彼らの実態は詳しく、書いていない。記者は、世界史的には、月体文化、紀元前8世紀、紀元前3世紀の初期から存在し、この失踪する馬上から矢を射るという得意性から古代、ギリシア人はケンタウロスを創造したと考えられている。月帯人は、上下がやや非対称の探求の両端に硬い、耳を取り付け、 また矢尻を大きな鉄製から小さなブロンズ製にすることで、粉塵の弓に勝った。またさらに完成度を高めた弓として、トルコ人はさらに軽量、コンパクトな弓を用い、矢は両端が細く中央部に膨らみを持たせた作りにして、飛翔力を高めた。モンゴル人はさらにストリングブリッジを設けるなど、より早く貫通力を上げることで、 重装機兵団に対しより有効な戦力となっていった。戦場において弓騎兵の主な役割は軽騎兵と同じく前哨、石膏兵として敵をか乱することにある。弓騎兵は接近戦を避けながら敵の脇及び後方から敵を素早く吸収する。そのため軽装備であり、その機動力を活かして馬を止めることなく前進、後退、右、 左へと絶え間なく俊敏に動き回りながら、弓矢で敵を攻撃する戦術を取る。敵の武器が届かない距離を保ちながら、攻撃をし、着実に敵を交代、飛び道具を持たない敵兵は、弓騎兵の攻撃下では手も足も出ずに指揮を奪われ、隊列を乱した。弓騎兵は大ね重装不評に対して、脅威となり、特に気温が高く気のない平坦な地域においては、貧昇性に優れる、 弓騎兵は、鈍重な重装不評団に対して、極めて有利である。事実、弓騎兵に対抗しうるのは、弓矢や、弓騎兵のみであった。特に、パルティアンショットは、敵と相対せず退却しながら、矢を居続けるため、敵を苦しめヨーロッパ人の間では知られた、記者戦術でった。弓騎兵は、カルラエの戦い、紀元前53年、ワールシュタットの戦い、 十三世紀で中心的役割を果たし、両戦とも敵兵が弓騎兵に対して直接戦闘に固執したために勝利を収めた。西欧の重装不評は機敏な弓騎兵に苦戦し、東方諸国の弓騎兵は十字軍に対し多くの実績を残した。ローマ書にはサルマタイの弓騎兵やオスマン帝国の家にチェリ騎兵が描かれている。 有牧民の弓騎兵に対し勝利した欧州国家は数少なく、ヤクサルテス側の戦い、紀元前329年では名称アレクサンドロス3世大王が弓騎兵と戦い打ち負かすことに成功した数少ない歴史的価値の一つである。アレクサンドロス3世はこの戦いでマケドニア領土をアジアの一部にまで伸ばすが、それでも 遊牧国家の中心部を攻略することは叶なわなかった。中世の八ンの戦いは、重層不評に対し弓騎兵が必要な攻撃を仕掛け的の戦意を喪失させることで勝った古典的な事例である。また、チンギスハーンは、モンゴル弓を用いた弓騎兵を用し、他の遊牧国家と同様の戦術で巨大なモンゴル帝国を築き上げ、前世紀には、 中国大陸からヨーロッパにまで領土を広げた。日本において、馬が登場するのは4世紀以降であり、考古学的には6世紀の古墳から、蛍光、自家刀、矢尻、バグが一括して出土するようになる。文献においては、日本初期の有力天皇記で、記者の記述がある。有力天皇が即位する前、456年、有力な皇位継承候補だった。 死片をし、は巫女を狩猟に誘い、天皇が弓を案、引きまかな火場を衆、はせ、偽って、巫女を射殺したという。これが、日本での記者の初見であると思われる。有力天皇は五世紀の人物であるので、騎兵の成立時期に、すでに記者の技術があったことを示している。平安後期から鎌倉期にかけての武士は、戦では、 記者による一騎打ちで戦ったと考えられているが、実際には、集団戦の中で条件が整う場合にしか、起こらなかった。文献では二例、今昔物語集では、源のみと、平義文が記者による一騎打ちを行ったという記述があり、全九年合戦絵巻に一騎打ちの直前の絵が、描かれているのみである。記者には静止した馬上から矢を放つ場合と、 馬を走らせた状態で矢を放つ場合があった。いずれの場合も基本は前方方向への汽車であり、現在のヤブサメのように左横への汽車は一般的ではなか源の順が編纂した和名類受賞の巻四、術芸武者芸類では馬を馳せる汽車を馳せ者と表記し、オブモーノイル、大物イルと訓読している。つまり、大物者であり、汽車産物の中では、 犬大物こそが最も実践に近かった。絵巻においても、全九年合戦絵巻にある玄吉家が敵をいた場面や、猛虎襲来絵言葉における、三井助長の汽車の場など、前方方向に向けて矢を射る姿が描かれている。また、後方からの前方射撃への対処として、押しひねりというパルティアンショットに似た、後方射撃も使われた。合戦時の汽車以外にも、 平安時代以降は、汽車様式が整理された。ヤブサメ、犬王物、カサカケなどが成立し、神事、祭礼行事として行われ始める。鎌倉時代にはヤブサメ、犬王物、カサカケは、汽車産物と称され各地で盛んに行われた。汽車は、武芸の中でも、上位のものとされ、戦場での主戦力で亡くなって、以降、太平の江戸時代においても、武芸として、 その位置づけは変わらなかった。しかし、記乗をできるものは少なく、少なくとも、旗本以上で公録のものでなければ、記乗すらも、できなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。